けど、調子は今止まってるんですけど、うん、球的にはあれなんだけど、はい、そのフェードっていうイメージから、あれちょっとまっすぐ左だったなとか、ちょっとドロー気味だったなっていう確率ってどのぐらい、フェードの比率と、フェード対左まっすぐドロー系みたいな、はい、うん、比率9がフェード、1から2がドロー系とかだけ。じゃあ絶好調ですよ。絶好調っすで、痛いとこもない、はい、で、スコアも出てる、そのまま。じゃあ終了です。いや、動き的に違うの、はい、悪くはないのよ、全然いいんだけど、はいはい、ここっていうのもちょっとあるかもしれないんだけど、若干逆の球が半分ぐらい出てたから、はい、なんか、まあ、それが出るようだったらどうかなと思ったんだけど、そんだけ比率がいいんだったら、はい、まあ、今このこれがいい動きだったんだね、スタイルの2番のやつ、はいはい、でこの動きで打ってんだろうなっていうのが予測できるので、まあ、これだったらいいかなって感じ。説明が難しいんだけど、まあ、要はクラブヘッドと手元の関係が変わってなければいいんだけれども、途中で少し垂れる動き、ヘッドがちょっと垂れる動きが出た時に、ドローっぽい感じの動きになりそうな感じになるのね、はい、なんだけど、そこで手元がギュッと抑え込んでるっていうか、こうなんていうの、低いイメージっていうのかな、手が、はい、なってると耐えられるわけ、はい、なんだけど、ひとたびそこで浮くとシューンってこう逆球になる可能性がなんていうのかあるかなって、ちょっと登壇っぽい感じで打っていっちゃうと、はい、ガッてやってガンってやるとギュッてやるかなって、今グンとギュしか言ってないけど。そうなんで、こういう感覚でずっと行きたいわけよ、感じとしては、はい、それがここの駒とこの駒が本当シャフト一本の世界なんだけど、ちょっと手が分かる、こう一本分ポンって浮くじゃん、はい、この度合いが多いタイミングが半コマなり一コマなり、これがちょっと早いと、はい、いわゆるちょっと登壇してくるの、そうするとドローっぽい感じになる可能性があるかなと。だから結論でいくと、手元がインパクトちょい前ぐらいからフォローのところまで手元が浮かなければ、はい、大丈夫、うん、上手だね、もう一回こう、あれね、すごい調子悪いときはね、こっち、そのね、もう半ペダン5ぐらいから、こう、だから、入れ替えるともう上から落とせらんないから、それで調子いいときは、ちょっと右出しながらのフェードは、はい、今は結構いい感じだよね、そのね、なんとも言えないのよ、この感じが。いやもういいよ。どっちかっていうとね、こっちはね普通にドリ距離を抑えていいけど、こっちはそこそこ上がってポンってこう止める感じ、はい、スピード上げなくていいからね、はい、そうちなみにさ、ちょっと一回も構えてるから、はい、それちょっと気にしないで、ちょっと同じくさい、あれでもちょっとフェード感出てくるんですね、ちょっとやると違うな、だからその来週だからあんまりなんか違和感も嫌だと思うから、本当もう違和感ない程度の気持ち開いていく、はい、現状でここまでだったらギリいけるなっていう構えのマックスやってみる、いけるなっていうところで、この辺までそれまではいける、ぐらいなちょっと開いてる感じね、気持ちね、はい、自分の中ではね、はい、でそれで同じように打てれば、はい、でうわすっげえな、左 0.1 の
スピン、サイドスピンゼロ、これがもうすごい入ってるな感じでやって、いいね、すごい横1メートル以内で、やばいよ、いいよ。今フェースの感じはさっきの1度開いたぐらいの感じ、マックス、マックスで、みんな今できるマックスぐらいの、マックス、あれも19球中9球来たよ。そうっすね。左右の腕の感覚ってどうなの？均等。一回左6、右4ぐらいやってほしいよね。6、4って感覚的に今までのが5だとしたら増やしてる感じ。1、それでも全体を下げて、いや、増やしてる感じですね。どっちかというと6号っていう意味で、左に1プラスって右の感じが、まあ、変わらないっ、どっちの方が気持ちいい？でも左に1足して6号とかにして、負担がかかんなきゃいい。はい、あ、そっちの方がね、ちょっと外目からやっぱ来るね。まあちょっとその比率だな。あ、でもちょっと外目から来てくれるから、あの先々のこと考えていくと今のやつは入れといた方がいいんだけど、はい、来週のこと考えていくとさっきのフェースだけちょっとやっとくとか、あとドリルを少しやっとくとかって言って、まあ、ま、なんだろう、ここのテーマと直近のテーマがちょっと違う、はい、違うやってること知らんだけど、はい、構成としては、はい、いいじゃん、はい、ちょっとこれで1回やってみて、それあのもうあの配分はもう任せる、3日間で、はい、あ、いけそうだなと思う、多分分かると思うから、その、まあ、ドリルの時間、それからやった配分、量の配分、フェース面とかそのドリルの、そのあと左サイド の、はい、あのまあ、6-5 なのか、はい、5.5×5 なのか、はい、それちょっと任せるから、はい、それでちょっと合わせると先々もずっとずれづらくなるはずだから、それでお願いします。はい、お疲れ様です。皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。